が何か感じたことはありますか？私東京生まれ東京育ちなんですけど、31年間2年弱なんていうんですかね、全然東京のこと知らなかったんだなっていうのはなんかこう知らされましたね。こう駅で降りたことあるけどそこを堪能したことがないとか、次の駅はあるけどこの駅降りたことないとか、一番初めの門前仲町とかそんなにこう堪能したことがなかったので、あこんなに奥深いんだとか、あこの町こんなに外国の方たちが多いんだとか、なんかいっぱい知らないことをすごく知れましたし、知らないってことを知れたので、あなんか東京って広くて奥深くて知ってるふりしてたなって思いました。はい、エリアとかあのまた行ってみたいと思うようなお店とかスポットとかどこかな、なんかあります？そうじゃなくても別に大丈夫。撮影として記憶に残ってるのは中野っていう街は私すごくよく行ってたんですよ。なんですけど確かにブロードウェイ中まで行ったことなかったなとか、中野にこの階段のところあったんだとか、こんなイルミネーション綺麗なんだとか、そういうのもすごい発見があったり、行ったことないレストランとかがあったりとか、中野もすごい面白かったなとか、あとは茅場町のお寿司とか、あのあれはあの天抜き、あれも茅場町ですよね。その言い方知りませんでした。そんな通な言い方あるんだとか、ちょっとなんかこれ知ってると知らないじゃ全然違うなとか思って面白かったですね。あでも最初のやっぱ門前仲町すごい印象深かったかな。 あと麻布十番たい焼き、あの後も買いに行きました。うん、楽しかった。日比谷もだから全部面白かったです。なんか行ったことないところがすごくいっぱいあって、全部が新鮮な気持ちで、すごく近いところなのに新しい発見がいっぱいあって面白かったですね。ちなみに天抜きは、うん、あのチャレンジ、うんうん、すごい再生数が今まで一番。へえ、やっぱ知らないんですよ皆さん。天抜きって何みたいな、まずそば抜きってそばを食べるのにそば抜きってみたいなことから、なるほどねみたいな、炭水化物じゃなくて最初にこうつまみ的な感じで食べるの通だなって。あれは確かに友達もすごいなんかあれなんか真似したいって言ってましたね。ああとあれも美味しかった、貝のやつ、あの串のハマグリ、ハマグリ、ハマグリのあそこ串になってるやつ、あれ友達がわざわざ買ってきてくれました。同じとこ行って同じの買ってきたよって言って差し入れてくれましたね。まだまだ知りたいだって丸2年間もう参加させていただいてすごく勉強になりましたし、発見も多くて、もっと東京の街を好きになったので、まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって分かるので、なんかもっともっと学びたいなと思いますね。あとやっぱりもう周りの人からの今日も会ってきたよっていう率がものすごく高いメトロでいつも会うよって、いつもあれ見てなんか頑張ってるなと思ってるとか、美味しそうと思いながらお腹すいたなと思ったりとかしてるっていうのを言ってて、なんかいつもは電車の中で携帯見てるのに、その映像が流れるとちゃんと顔を上げられて駅通ったりとかするときに顔を上げたっていう友達がいて、なんかそれはちょっと嬉しかったですね。浅草行ってないところもあるじゃないですか、今日のルートでも。でも待ち時間ちょっと歩いても気になるところいっぱいありました。実はあの中学校の時にホームステイ行った時に、ホームステイ先の方が私の東京日本にも来てくれた時に浅草と渋谷に案内して、でも浅草こういうところがあるのって知らなかったので、雷門のところとかそういうところぐらいでしかなかったので、なんかもっともっと知っとけば案内できたなと思って、なんか知れてよかったなと思いますね。